を2000円で販売して1つしか売れなければもうそれはビジネスにはなりません。でもメルカリでは2000円で売るのが正解なんです。999円よりも1000円の方がずっと売れやすくなるんです。こんにちは、スイス在住元バックパッカーのレンネです。メルカリで商品を出品するときいくらで出品したらいいかわからないということありませんか？相場で出せばいいとはよく聞きますが、ではその相場がわからないときはどうしたらいいんでしょうか？物販の世界において価格設定はとても重要なんですが、とりわけメルカリにおいてはこの価格設定の仕方ちょっと特殊なんです。今日の動画では通常の値段設定とメルカリで売るための値段設定の違いから値段設定の裏技まで全部教えちゃいます。価格設定は商品が売れるための大きな要素になりますので、今日の動画で価格設定をマスターしてメルカリでたくさん商品を売っていきましょう。私のチャンネルではメルカリ物販を中心に初心者向けの在宅ワークに関する動画を配信しております。この機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。早速ですが、これから皆さんには100円で仕入れた缶コーヒーを売っていただきます。この缶コーヒーにはすでに販売実績があるので、その販売実績からあなたならいくらでこのコーヒーを販売するかを考えてみてください。まず500円で販売されたものは100個ありました。200円で販売されたものは1000個です。120円で販売されたものは3000個でした。1本あたりの利益を見ると、当然一番高い500円で売ったパターンが一番高い利益が取れます。販売本数で見ると一番安い120円で売った時が一番多く売り上げも一番高いです。でもトータルの利益で見ると200円で1000個販売した時が一番儲かるんです。これが市場価格と言われるものです。このコーヒーを2000円で販売して1つしか売れなければもうそれはビジネスにはなりません。でもメルカリでは2000円で売るのが正解なんです。ちなみにこの話は不用品販売の場合です。何百個も売っていく商品であればこれは間違っているんですが、メルカリでは基本1つの商品しか出品しませんよね。ということは、多くの人が欲しがる金額でなくてもたった1人の人が買ってくれる金額であればいいんです。不用品販売をするとき、例えばリサイクルショップでその価格で売られていたからそれが相場だと思って出品する人がいるかもしれませんが、リサイクルショップはこの市場価格で売られています。メルカリではもっと高値で売れることがほとんどであることをまず覚えておきましょう。基本の値段設定は最初に言った通り相場に合わせるです。ですがこれは市場価格ではなくメルカリの相場です。この後相場がわからない時のお話や相場を知った上での値段設定の仕方も説明していきますが、まずは基本の相場の調べ方を学びましょう。一番の基本は売り切れ検索です。売りたい商品をメルカリで検索し、絞り込みで売り切れのみを表示させます。売れている金額の大体の平均が相場価格になります。ただそれだけでは本当の相場がわからないこともあります。サイズ、状態、箱や値札付きかどうか、それから送料込みかどうかなどを見て自分の販売条件に近いものの相場を確認しましょう。またいつ売れたのかというのも重要な指標になります。売り切れ検索をした後、たくさんのソールド商品が画面に出てきますが、一番上にあるタブの中から新しい順というのを選んでみてください。そうすると最近売れたものから順番に出てきますので、直近の相場を確認することができます。商品ページを開くと説明欄の一番下に何時間前、何日前、何週間前というような表示がありますね。それでいつ売れたかが確認できるので、最近売れたのかどうかというのも自分で確認することができます。ではこの相場検索をしても商品が見つからないときはどうすればいいのでしょうか。まずメルカリが売りやすい価格というのを提示してくれていたら、その価格を参考にするのもいいでしょう。ただしこの提示金額は新品から中古までの価格を参考にしていることもあるので、この提示金額の幅広いこともあります。私はこの場合高い方の価格で設定しておき、いいねが全くつかないなど反応が薄い場合に価格を下げていくようにしています。メルカリで相場がわからない商品というのは過去に販売実績がない商品ということになります。出品そのものがないと価格設定の目安もなくなってしまいますよね。その場合はラクマかペーペーフリマでも商品検索をしてみましょう。メルカリより規模は小さいですが、同じ商品が出品されていることもあります。そしてそれでもない場合はヤフオクに出品してみることもできます。一
支援スタートにしておけば欲しい人が競い合って値段を上げてくれるんですが、その場合は送料を落札者負担にしておきましょう。そうすれば出品者がマイナスになることはありません。売れた価格が相場価格になりますね。ただ古着の販売などになると、もしそれがノーブランドならもう膨大な商品数から全く同じ商品を探し出すというのは至難の業です。その場合、私はサイズ、色、形などを入力して似た商品を探して相場を取っていますので、参考にしてみてくださいね。ではここまでの方法で相場価格を見つけたら、どのように価格設定していけばいいんでしょうか。ポイントは3つあります。1つ目は値引き交渉を前提とした価格設定、2つ目は心理的効果の利用、そして3つ目にメルカリのキャンペーンに注意することです。まず1つ目ですが、メルカリでは値引き交渉が醍醐味となっています。その値引きを加味した価格をつけなければ、値引き交渉をされた時にこちらが売りたかった価格より安く売らざるを得なくなってしまいますよね。目安は売りたい価格の 10% アップからスタートされるといいですよ。次に心理効果を狙った値付けです。お店でもよく980円とか3980円とかの、この端数で販売されているの見かけますよね。人の視線は左から右に移動するので、最初に目にする左側の数字に影響を受けることから、先頭の数字を小さくすると安く感じるんです。例えば1万円の商品を9800円とすれば、5桁が4桁に減り、先頭の数字が10から9へと小さくなるので、実際の価格差以上のこの差というのを感じさせることができるんです。日本人の場合、特にこの端数の数字を8にすることでお得だと感じるということが、これまでの調査で実証されています。ただこの端数効果には安っぽくなるという弊害もあります。高級品を販売するときは、あえてこの端数をつけずに高級感を出すというのも一つです。またメルカリでは 10% が手数料として取られますが、これ少数点以下を省いてもらいます。つまり1000円の商品を販売した場合、手数料は100円なので手残りは900円となりますが、999円で販売しても手数料は99円で手残りは900円と同じになるんですね。では全部1円や2円安くして販売しようと思いたいところなのですが、ここに落とし穴があることもあります。メルカリではよくキャンペーンなのでクーポンが配られることがありますが、これ1000円以上の購入から使えるということが多いため、999円よりも1000円の方がずっと売りやすくなるんです。3000円から利用可能のクーポンも発行されますが、利用されやすいのは1000円の方なので、もし1000円の商品を出品するなら999円よりも1000円で出品してみましょう。最後にここまで説明した価格設定のポイントに加えて、商品説明欄でその価格で買ってもらえる一押しをしましょう。まず初めに見た数字を基準としてしまうアンカリング効果を利用した説明文。例えば定価2万5000円のジャケットですが、今回は9800円でお譲りしますと書くと、人は9800円を支払う価値があるかどうかで考えるのではなく、2万5000円のものが9800円なのかという考え方をします。ちなみにこの数字は値段である必要もありません。シリーズ累計300万枚を売り上げた大人気トップスというふうに、関係のない大きな数字を持ってきても効果が得られます。また一点限りとか、市場に出ていない商品なのでこれを見逃すともう購入できないかもなどと、手に入れないことでの損失を伝えると購入してもらえるということもあります。商品説明は設定した価格をサポートするのに大切なんですね。今日は価格設定について詳しく説明しましたが、今日のポイントを押さえればメルカリの値段設定はマスターできます。私の公式 LINE では初心者向けのメルカリ物販をはじめとした在宅ワークに関する有益な情報を無料で配信しております。メルカリ販売のコツや有料級の講義動画なども無料でご覧いただけますので、お気軽に友達登録してみてくださいね。 YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。